はい、どうも、こんにちは。名刺交換するときめっちゃ資格持ってると、何この人って思われる。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回もラファエルさんのチャンネルの、オープニングを真似して、放送させていただいております。ラファエルさんのチャンネルは番組タイトル下の説明欄の方に、リンクが貼ってありますので、そちらからご覧いただければと思います。僕はですね、社会人なのでたまに名刺交換をこうやってしたりするときがあるんですけども、こう名刺交換するときに、平野くんすごいね、めっちゃ資格持ってるね、頑張るねって言われるんですけども、まあその時に、いやもう全然ですよ、もう全然勉強足りないですよって言うんですけども、心の中で、俺やだな、みたいな感じで思っています。すいません、嘘です。これ嘘です。すいません、嘘です。ちゃんと、低姿勢で、まあ謙虚な感じでちゃんと名刺交換させていただいております。まあ秒でこの前言を撤回するという流れなんですけども、まあそれはちょっと置いといてですね、まあ、今回はですね、2ヶ月ぶりの撮影ということで、以前にですね、2級建築施工管理士の合格体験記、あとは1級土木施工管理士の合格体験記を、まあ、2回、続けて一気に撮影したんですけども、それ以来の、撮影になるのですごい緊張しております。でですね、今回なんですけども、合格体験記の第6弾ということでですね、1級建築施工管理士の、合格体験記について話していきたいと思っております。でですね、その前にですね、僕はこの前、1年前ですね、この前1年前に1級土木施工管理士に合格することができました。そして今年このような1級建築施工管理士を合格することができました。まあ、このダブルライセンサーですね、大学4年生の頃からこの2つの資格ダブルライセンサーを取ることがすごい目標だったので、すごい嬉しく思っております。まあ、本当にこのような目標が達成できてすごく嬉しく思っております。でですね、やはりこのような目標を達成する上ではですね、メンタリスト DAIGO さんの力なしでは合格することができませんでした。ということでですね、今回は、合格体験記に入る前に、僕が継続して実行した DAIGO さんから学んだ勉強法や、計画術などの18項目を紹介してから、まあ、合格体験談に入っていきたいと思います。でですね、一つ一つね、説明していくとすごい時間かかります。結構6冊ぐらい僕は参考にしたので、一つ一つ説明していくとかなり時間がかかってしまうので、まあ、18項目をまとめた、僕のブログやですね、あとは過去に放送した動画の内容があります。まあそちらをご覧いただければと思います。でですね、一つ一つ今から紹介していきます。まず一つ目はですね、この超効率勉強法という本ですね。こちらなんですけども、まあ、こちらからは分散学習、苦手意識をなくす思考、早期、まあ、思い出すこと、スタンディングディスクで勉強、そしてセルフコンパッション、この5つをこちらからは学びました。そして次にこの倒れない計画術という本ですね。こちらからは MAC の原則、イフゼンプランニング、広報プランニング、プロセスビジュアライゼーション、シングルタスクに専念、この5つをこちらからは継続して実行しました。そして次に、この超集中力という本ですね。こちらからはポモドーロテクニックとコーヒーナップを継続的に行いました。そして次にこの超時間術という本ですね。まあ、こちらからはゴールコンフリクト対策、そしてスモールゴールと正しい記録について継続的に行いました。そしてこの、先延ばしする人は早死にするという本、こちらからは環境のミニマル化、そして SNS ファスティングを、学びました。そして最後にですね、この直感力という本ですね、こちらからは BDNF の分泌というものを、学んで継続して実行しました。以上の18項目がですね、僕が継続して、やり続けた項目になります。まあ、これを、ご視聴していただいている皆さんはも、もしよろしければ参考にして、実行していただければと思います。でですね、この本なんですけども、番組タイトル下の説明欄の方に、リンクが記載されてありますので、そちらからご覧いただければと思います。あとはですね、DAIGO さんの、チャンネルも番組タイトル下の説明欄の方に、リンクが記載しておりますので、そちらからご覧ください。あとは最後にですね、この僕が継続して勉強を行った一級建築施工管理士の本、おすすめの、まあ、参考書であったり過去問の本もありますので、そちらも番組タイトル下の説明欄にありますので、そちらからご覧ください。ということでですね、今から一級建築施工管理士の合格体験記について話していきたいと思っております。今回の構成内容なんですけども、7つに分かれています。まず1つ目は私のスペックですね。そして次に勉強時間と勉強期間、そして次に勉強記録、そして4つ目が学科の勉強内容、そして5つ目が実地試験の不合格体験談、そして6つ目が不合格からの改善点、そして最後に2度目の受験というこの7つから成り立っておりますので、全てご覧いただければと思います。ではまずはじめにですね、僕のスペックですね、スペックに関してはまず、僕はですね RC マンションの現場監督を3年3ヶ月務めました。
そして次にですね、2級建築施工管理士を所持していたというもの、そして1級土木施工管理士を所持していた、これが私のスペックになります。基本的に2級建築施工管理士と、あとは1級土木施工管理士を僕は所持していたので、基本的にはこれで勉強がかなり削減できたのかなと思っております。そして次に2つ目はですね、勉強時間と勉強期間になるんですけども、学科試験に関しては約100時間勉強いたしました。半年ほどで、100時間ということですね。そして実地試験に関しては、約4ヶ月で110時間ほど勉強いたしました。合計で約210時間ぐらい勉強したという流れになります。ただこれでもですね、210時間勉強したんですけども、ちゃんと2級建築施工管理士も持っていましたし、あとは1級土木施工管理士も持っていました。なのでこれを持っていなかったら多分もうちょっと時間かかっていたのかなと思います。そして次にですね、勉強記録ですね。僕はですね、ちょっと学科試験に関しては勉強記録取ってなかったので、すいません、お見せすることができないんですけども、実地試験に関しては勉強記録を毎日のように取ってました。7月の中旬と8月、9月、10月、あとはすみません、4月、この約4ヶ月ぐらい勉強したんですけども、ずっと勉強記録をこう取っていましたね。このような感じで取っていたんですけども、基本的にはですね、この勉強期間、勉強記録なんですけど、勉強内容、勉強した項目ですね、あとは勉強時間を基本的には取っていました。ずっと記録していました。でですね、4月に関しては10時間ほど勉強して、7月に関しては、7月は中旬から31日までの14日間勉強したんですけども、7月は7時間、そして8月に関しては25時間、そして9月は30時間、10月は38時間勉強したという勉強時間になります。でですね、これで分かったことなんですけども、やっぱりですね、このように勉強の日、試験が近づいていくにつれてですね、勉強する時間が増えていきました。7月に関しては平均30分、そして8月に関しては平均50分、9月は平均 1日1時間10分、そして最後に10月に関しては1日に平均1時間50分も勉強していました。これはやっぱり、勉強する頻度が、試験が近くなるにつれて、人間の心理的かちょっとわからないんですけども、やっぱりどんどん上がっていくというのが、分かりましたね。近くになるにつれて、勉強していくとやっぱり、記憶にも残りやすいので、試験の最後の追い込み期間というのはやっぱり勉強した方がいいのかなと思います。でですね、この勉強記録を取る上でですね、僕はパブリックコミットメントという、テクニックを使っていました。これは何かというとですね、毎日の勉強記録であったり、この勉強記録をですね、ブログに載せたり、あとは、人に聞いてもらったり、あとは SNS で公開したりして、自分のモチベーションを上げるという、テクニックになっております。なのでですね、僕に関しては毎日このように、ブログで上げていました。自分の勉強内容、どこをどうやったかとか、載せていたので、それで僕はですね、毎日モチベーションを保っていたということになります。なので記録を取ることも、おすすめとなります。次にですね、学科の勉強内容なんですけども、もうこれはもう1点だけでもとにかく過去問を回すということですね。もう僕は過去問が全てと思っているぐらい過去問はすごい重要だと思っています。過去問を一点集中で回して、分からない単語があれば、ググったり検索したりして、それでも分からない場合であったれば、YouTube を見て、作業動画を見て、自分の腑に落ちるまでしっかりと、とにかく定着させることを、心がけていました。やはり今も僕、一級建築施工管理士の動画流させてもらってるんですけども、もう基本的には過去問しかもう流さないと思っています。それぐらい僕は過去問が重要だなと思っているので、過去問をとにかく回し続けることがすごいおすすめになります。そして次にですね、実地試験の不合格体験談なんですけども、やはり実地試験を、受けてですね、不合格になりました。やっぱり不合格になったらすごい、辛い気持ちになったり、もうどうしようかなってちょっと挫折しそうになったんですけども、もう一度、受けて頑張ろうと思ったので、その時にですね、なぜ僕が不合格になってしまったのかというのをまず冷静に考えてフィードバックしました。するとですね、僕の特徴なんですけども、3つ欠点があるというのを僕は気づきました。まず1つ目はですね、過去問を丸暗記していたということですね。僕はですね、1級土木施工管理士と、同時受験、ダブル受験、ダブル合格を狙っていたので、まず初めに1級土木がの日にちが先にありました。なのでそっちに時間を取られてしまっていて、もう、1級建築施工管の勉強する時間がかなり失われていたので、もうとにかく丸暗記をしてしまいました。なのでですね、例えばその A イコール B、 B イコール C、 D、 E イコール D、 E イコール F という、もう型ではめて覚えていくというようなやり方をしていました。なのでですね、試験で問われた時に急に A イコール何でしょうと言われた時に、うわこれわからんな、何やったっけなと思って、もう B という答えしか
もう僕にはないんですけども、それすらもう A の意味を理解していなかったので、意味を理解せず、傘にはめてやっていたので、もう問題が出てこず、そのまま過去問も解けなかったという流れになります。これが、僕がちょっと失敗してしまった一つの、内容ですね。そして二つ目が試験時の時間の配分ミスですね。これはですね、一級建築施工管理士の実地試験に関しては3時間あります。3時間あるのでだいぶ余裕だろうと僕も思っていました。ただですね、やっぱり、大学4年生の頃からずっと欲しい資格だったので、すごい思い入れがあったので、当日試験になった時に、わからない問題を目にした時に、やばい、すごい焦ってしまいました。焦って自分の字も、ちょっと汚くなってしまったので、少しでももう丁寧に書こうとして、もう細かくやって、どんどん時間が削られていきました。もうすごい焦っていました、特に。焦っていたので、結局のところ3時間がすぐに過ぎてしまってタイムアップになって、空白がちょっと少しできるような形になってしまいました。これで、点数を落としてしまったのかなというのが、2つ目の僕の欠点になります。そして3つ目の欠点なんですけども、経験記述の記載ミスですね。僕はですね、独学で、1回目臨みました。なのでですね、当日ですね、経験記述の記載をミスしてしまいました。これは僕が、資格学校で後で添削してもらったものになるんですけども、僕が初めて受けて落ちた時に関しては、建設副産物の経験記述が問われる問題でした。それでですね、僕は再生利用を書かなきゃいけない時に発生抑制を書いたり、あとは再使用と書かなければいけないところを再生利用の経験記述を書いたりしてしまって、これで問題の趣旨と合わずにそのまま悪い経験記述の書き方になって落ちてしまったのかなと思っております。この以上の3つが僕がですね、不合格になった主な最大の欠点なのかなと思いました。でですね、やっぱりこのような、不合格になってしまった改善点が反省点が分かったので、この3つを克服しようと思いました。まずですね、1つ目、丸暗記してしまったことに関してはもう勉強時間の確保をして正しく意味を理解してしっかりと過去問を回すということを、覚えました。1日1日、自分の1日のスケジュールがあると思うんですけども、その時間でどの時間が自分に空いているのか、空いている時間を、見つけて、そしてその中でしっかりと勉強していくという一日のスケジュールの中に絶対に勉強できる時間を確保していました。本当にちょっとしかなかったとしても、単語帳を見たりして、それで1問でも5問でも解けるような、システムを僕は作りました。そして一個一個正しく意味を理解して、先ほども言ったんですけども、 YouTube 見たり、あとは、画像を検索したり、単語を検索したりして、しっかりと意味を定着させるように、心がけました。それで、当日の試験しっかりと問題を解くことができました。そして次に、試験時間の、時間配分と解く順番を決めるということですね。1回目受けた時に関しては3時間も時間があるのに対してタイムオーバーしてしまって焦ってしまいました。なので今回に関してはもう簡単な問題から解いて、ちょっとでもよっしゃ1問ゲットっていう感じで、もういい気持ちで、もういいモチベーションでどんどん問題を解いていきたかったので、僕に関してはまず放棄から入りました。放棄で20分、安全管理で20分、躯体工事で30分、仕上げ工事で30分、工程管理で20分、最後経験記述で60分という、この流れをもう完全に鉄則として、ここの方からは外れないようにしようと僕はそれで挑みました。ただ結果的に、時間がですね、1時間ぐらいは余ったと思います。なのでやっぱりこのようにしっかり型を決めていくことによって、うまく時間配分ができてスムーズに、試験を進めることができるので、こちらもおすすめになります。そして最後にですね、経験記述を添削してもらったということですね。僕はですね、最初独学で行った時は、全部経験記述自分の力だけで行ってたんですけど、やっぱり、添削してもらうことがすごい重要だなと思いました。で、僕はですね、 CIC の建設情報センターに講習で2日間通いました。これで添削してもらったんですけど、すごい赤がやばいっていう感じでしたね。僕の中では正直自分で独学でやって、あ、自信あるなっていう感じだったんですけど、やっぱりそれでもですね、添削してもらわないと、やっぱりわからないことがすごい多いです。こうやって添削してもらって、あ、こういうところが欠点だったんだっていうのがすごい自分でも分かりました。やっぱり自分が、このような経験記述を書くと、やっぱり時間を書いて経験記述書いたことになるので、よっしゃ満足って自分の中で勝手に満足してしまいます。ただですね、やっぱり第三者の目を見てもらわないと、僕自分自身の良かった点とかダメだった点が、すごい浮き彫りになってくるので、このような、添削をしてもらうということも非常に重要になりますので、こちらも、行っていただければと思います。この、CIC の日本建設情報センターの講習に関しては、2日間で、受講料2万7500円という、安い値段になっておりましたので、僕は行きました。でですね、最後に、僕がですね、当日試験を受けた、気持ちとか、あとは
なんて言うんですかね、集中力の持ってき方なんですけども、当日の試験に関してはお昼からになります。なので朝は2時間ぐらい勉強しました。そしてですね、ご飯なんですけども、朝食と、昼食は、まあ、兼用で血糖値が上がらないものを食べました。まあ、ヨーグルトと大豆、あとは最後にコーヒーを飲むということですね、をしていましたね。そして、まあ、お昼以降に集中力が最大限にこうバーッと持っていけるようにメンタルも、あとは、体の調子も整えたということですね。なのでまず、ご飯を食べた後にコーヒーナップといって、まあ、コーヒーを飲んでちょっと目をつぶって仮眠を取るというのをやりました。そしてその後に、血の巡りを良くするために、まあ、軽くウォーキングをして血の巡りを良くして、それでもうそのまま試験に挑んだという流れになります。あとはですね、この気持ちの面なんですけども、やはり、1年前に関しては、もう大学4年生の頃からずっと欲しい資格だっていうすごい気持ちが強かったので、その気持ちを1回フラットにしようと思いました。もし、落ちたとしても、落ちてしまったとしても、まあ、これは落ちたら落ちた、もうそれがその時の自分の実力だった、ただ、まあ、合格したらそれはその時の、まあ、努力値であったり実力が良かったのかなと、まあまあ、どっちに転んだとしても結局自分の今の力が一番と思って、とりあえず今までやっていたことを信じようと思って、基本的にはもうメンタルをずっと安定させていました。なので、まあ、基本的に試験に臨む時に関しては集中力を最大限に発揮できる力、かつそしてメンタルもフラットの状態で臨んだので、これで僕は合格できたのかなと思っております。なのでですね、まあ、これが以上になるんですけども、まあ、このやり方一つの、まあ、自分のサンプル数1の、合格体験記になるので、これが少しでも、今後ですね、受けられていく方の、力になればと思っております。では、最後まとめに入りたいと思います。では最後まとめですね、こちら4つあります。まずはじめ、2級建築施工管理士を受けるということですね。2級建築施工管理士と1級建築施工管理士はすごい似ている資格です。なので2級建築施工管理士を受けることによって1級建築施工管理士の学科試験、あとは実地試験ですね、この2つの勉強時間も短縮できると思います。あとはですね、その2級建築施工管理士しかまだ、受験資格がないよという方は必ず2級建築施工管理士を受けておいた方がいいのかなと思いますので、こちらもおすすめとなります。そして次に過去問を解きまくるということですね。これはですね、学科試験と実地試験問わずにもうどっちもずっと過去問を解きまくった方がいいと思っております。まあ、僕の経験上なんですけども、6年連続でずっと、いろいろな資格を取り続けているんですけども、基本的に過去問しかほとんどやっていません。もう過去問を解いてずっと解いて、やっと、問題慣れをしてくるという流れになりますので、まあ、過去問はすごい重要になりますので、この過去問を解きまくるというのも、やっていただければと思います。そしてこの過去問を解きまくる上ですね、しっかりと問題の意味を理解しないといけません。これが3つ目が、問題の意味を理解するということですね。まあ、問題の意味を、理解しなければ、やはり解いても、また次2ヶ月後3ヶ月後置いた時にまた頭の中が空っぽになっていってしまいます。なので、問題の意味を理解することで3ヶ月前、あ、そういえばこういうことやったな、あ、例えばあの部分のあの工程のあの場所やなっていうのが勝手に思い浮かんできます。なので問題の意味も理解することによって、記憶に定着するようになるので、こちらもしっかりと覚えていただければと思います。そして最後にですね、経験記述の添削を行ってもらうということなんですけども、まあ、これもですね、独学でやってしまうと自分のなんて言うんですかね、あ、これ絶対受かるやろとか、自分がせっかく書いたやつやからこんなペケになっとるはずないやろとか思うかもしれないんですけど、やっぱりこのような感じで、添削を行ってもらって、第三者の人の、意見とか考えもしっかりと、参考にするというのが非常に重要になります。これで自分の、なんて言うんですかね、まあ、思い描いていたものを、まあ、ぶち壊されるんですけども、しっかりと現実を受け止めて、新しい、添削結果を、まあ、踏まえた上でどんどんアップグレードしていった方がいいのかなと思います。なのでですね、この4つ目に関してはこの経験技術の添削を行ってもらうというのが非常に重要になりますので、こちらも、しっかりとやっていただければと思います。まあ、僕の場合は CIC の建設センター行ったんですけども、他の資格学校行ったり、上司の方に見ていただくのも一つの手かなと思います。この以上の4つの項目をしっかりと、まとめていただければ、まあ、合格が近づけるのではないかなと思います。今回もですね、ちょっと長くなったんですけども、この動画がですね、少しでも、一級建築施工管理士を受かる可能性が、まあ、これから受ける方のためになればと思っております。なのでですね、まあ、これからも、一級建築施工管理士、あとはですね、それ以外の動画、過去問ですね、たくさん過去問を上げていきたいと思っていますので、そちらもご覧いただければと思います。ではちょっと長くなってしまったんですけども、今回は最後までご清聴ありがとうございました。また違う動画を上げますので、いろいろなコンテンツ、ご覧いただければと思います。ありがとうございました。